てる卵型のチョコのやつだよわあ、中にランダムな彼氏が入ってる卵型のチョコのやつだありがとうカホちゃんちなみに私はこんな素敵な彼氏を当てちゃいました一応大学出てます素敵私はドエス系イケメンが理想いや甘えん坊犬系男子もいいな知的メガネ系もいいしスポーツ男子も捨てがたい <laughs> 想像が膨らむわね中学時代は一応バレー部でした 開封した瞬間に波動関数は収束し私の彼氏は決定してしまうもし決定された現実が理想と違ったらこのまま開封せずに甘味なる無限の可能性に浸ってる方が幸福なのではよし私開封せずにタバコに入ったままの彼氏を愛することにしますえこのままの彼氏が一番理想なのだ、タバが俺の友達で卵みたいなやついるけどツイッターの顔写真アイコン初期設定に間違われますえ今日はどんな理想の彼氏をこの卵の中身に託してデートしようかなコア っていうのはそういうことなんだよ。<え>生きるとはすなわち膨大な可能性が広がる未来からたった一つを選んで決定していくこと、そして実現しなかった可能性たちにさよならを言っていくことなんだ。素敵。ううん、開けるしかないのね。頑張れ、壊れ。さよなら。犬系男子、メガ系男子、ド S 系男子、スポーツ男子。 初めましてコハルさん今日からよろしくこれが私の彼氏決まってしまえばあとは受け入れていく作業が残るのみ開けるのが遅いから下半身は腐敗してしまったけど気にしないで人生はあらゆるレベルにおけるモラトリウムの死の集積でしかない本当はすっぱなかの下半身を見せつけたかったんだけど腐って溶けたから仕方ないねしかしそれも悪くはないかじゃあ早速で